こんにちは、イエスクイーンチャンネルです。ビデオを見ていただいてありがとうございます。今日はインスタの DM だとか YouTube のコメント欄でよくいただく質問に答えたいと思います。はい。で、今日答える質問は、日本って LGBTQ ってどのぐらいいるのっていう質問と、それにプラスして、日本でこうヘテロセクシャル、ストレートの人たちって、こう私たち LGBTQ プラスをどう見てるんだろうっていったようなところに関して、こう情報をお届けしたいなというふうに思ってます。で、まあ、なんでこういう質問が皆さんから寄せられるんだろうということを考えた時に、やっぱりそのそうやってこう数字、割合とかの数字を知ることによって、こう具体的なイメージって持ちやすいのかなっていうふうに思ったんですよね。なんか例えばこう異論はあるんですけど、調査方法とか算出方法ってそれって正しいのみたいな異論があるんですけど、まあ、例えば日本ではこう3組に1人が離婚するっていうようなことを数字があった場合に、まあ、捉え方ってそれぞれだと思うんですよね。前向きに捉える方は、3組に1組離婚してるんだったら、まあその、まあ、結婚のハードルってそんなに高くないんじゃないみたいな、まあ、嫌になったら離婚したらいい話だよねって思って、まあ、私もパートナーもお互いのこと好きだし、結婚したいって思ってるなら結婚しようって踏み切る方もいれば、その数字を見て逆に、そんなに多くの人が離婚するんだ、だったら結婚って怖いなと思って結婚はしたくないなって思う方もいると思うんですね。だからこう数字を見てこうどう捉えたりどう反応するかっていうのは人それぞれ違うと思うんですけど、やっぱり数字があることによって、あ、日本にはこれぐらいの LGBTQ プラスがいるんだってことは、まあ、こう生活しやすいな、それとも生活しにくいなってい こう具体的なイメージがそれぞれ持てるといいのかなと思って、今日はその質問に答えていきたいなというふうに思います。はい。で、あとさっきも言ったんですけど、そのデータをこう調べていくところで、こう、電通さんの情報の中で、こう、ストレートの人たちが LGBTQ プラスを日本でどう思ってるのかっていったところも、情報が見つかったので、そこも一緒に紹介していきたいなというふうに思ってます。はい。といったところで早速始めたいと思います。はい。でですね、なんかさっきも、言ったところで、LGBTQ プラスの割合ってとこなんですけれども、まあ、電通さんに限らず日本でこういろいろな機関がレポートを出してるんですね。で、その調査方法が違うので結構出てる数字も異なるんですけど、まあ、平均的に見ると、まあ、日本のこう LGBTQ プラスの割合って 8% から 10% なのかなっていうふうに思ってます。で、なんかよくこれで引き合いに出される、こう似てる数字だよねって出されるのが、こう左利きの方とほぼ同じ割合だよねとか、あと日本で多い名字ですね、こう佐藤さん、鈴木さん、高橋さん、田中さんで、この4よく皆さんがお会いされるであろう名字の方って、4つの名前足しても、まあ、5% なんですね。なので、LGBTQ プラスの方が割合が本当は多いよねっていう話になると思うんですけど、でも結構周りの方を見ていると、こう左利きの人に会ったことはあるし、佐藤さんとか田中さんとか高橋さんとか鈴木さんに会ったことはあるけど、 LGBTQ の人に会ったことはないっていう方って結構多いのかなっていう印象なんですね。で、私自身こういろんなところでカミングアウトしてますけど、結構本当に初めてそのマリが LGBTQ プラス、初めてなんかLGBTQ プラスの人に会ったよって言われることって結構あったり、で、私の大事な彼女もですね、職場でも家族でも、家族に対しても友人に対してもカミングアウトをしていないので、やっぱりその、まあ、割合に対してLGBTQ プラスとしてカミングアウトしてる方は少ないのかなっていうふうに思います。で、前から言ってるところではあるんですけれども、まあ、カミングアウト絶対しなきゃいけないよねっていうふうに私は全然思ってなくって、カミングアウトするかしないかって本当に本人の自由だと思うんですよ。はい。でも、やっぱりこう、カミングアウトした方が、こう、異性との恋愛についていろいろ聞かれずに済むなとか、あとは学校とか会社で、こう、施設とか整備がもっと整うから、本当はカミングアウトしたいんだけどなと思ってても、やっぱりその周りの反応が怖いから、カミングアウトできないっていう方も、ある程度はいらっしゃるなというふうに思います。じゃあ具体的に、電通さんがどういう数字を出してるかっていったところなんですけど、電通さんが、2020年にまたレポートを出してるんですね。で、電通さんってそれまで、その2020年の前にも3回レポートを出してて、それまでこう LGBT 調査って質
してたんですけど、2022年の4回目の調査からはこう LGBTQ プラス調査ってして、こうもっとこうインクルーシブ、もっといろんな人を含んだあの調査内容になってるみたいです。で、結構本当に多くの方にインタビューをしてて、2020年の12月に全国20歳から59歳の6万人の方にあの LGBTQ プラスに関して質問をしてるんですね。で、そこでの結局出てきた数字っていうのが、まあ、2018年の数字と同じだったらしくって、まあ、2018年は LGBT の当事者が、まあ、8.9% だったっていう結果だったんですけれども、まあ、2020年の LGBTQ プラスの調査でも LGBTQ プラスが全体で 8.9% いるっていうような数字が出てるらしいです。で、これってあの私本当はもっと多いんじゃないかなってこう勝手に本当に個人的な考えですけど思っていて、やっぱり あくまでも匿名って言ってもこう答えるのに抵抗があるとか、やっぱりわからない、まだ自分のことがよくわからないって方もいるのかなと思ってて、まあ、クエスチョニングっていう回答の選択肢あるんですけど、まあ、クエスチョニングかもわからないって方もいたり、あとはあの答えるのが怖いっていう方もいるから、本当はもっと多いのかもしれないなっていうふうに個人的には思ってるんですけど、まあ、数値としては 8.9% っていったような数字が出てるんですよね。はい、だからまあ、 あの13人に1人があの、まあ、LGBTQ プラス当事者っていったところで、まあ、40人の、まあ、教室があるとしたりしたら、まあ、その中でこう3人は LGBTQ プラス当事者の可能性があるんだよねっていうような割合になるので、まあ、結構多いのかなっていうふうには思いました。はい、といったところでもう少し詳しく見ていきます。で、ここではこう性自認っていう自分の心があのどういった性別かっていったところと、あと性的指向ですね、どういった性別の方を好きになるのかっていった2つでもう少し詳しい数字が出ているので紹介していきます。で、まず性自認、こう自分が自分の心の性別をどう捉えているかっていったところなんですけれども、まずトランスジェンダーの方ですね、こう MTF、FTM 両方含む方が 0.64%で、X ジェンダーといってこう性別にこう別にこうどちらかでもないよっていう方がこう 1.2% で、あの性自認のクエスチョニング、まだ自分の心の性がこうどういうところかまだ決めていないしわからないって方は 0.62% といったような結果になってます。で、その次が性的指向で、こうどういった性別の方を好きになるかといったところなんですが、ここに関してはまずゲイですね。このゲイっていうあの定義に関しては、あの男性を好きな同性愛者の男性のことですねが 1.94% で、レズビアン、私と彼女のようにこう女性同士がお互いを好きなことが 1.33% で、バイセクシュアルとパンセクシュアル、まああまり好きになる性別にこだわらないみたいなところの方が 2.94% ですね。で、その私自身はあのーまあ、あのもうハニー、年のハニーと付き合っていて長い、もうほぼ6年っていったところで、まあ、レズビアンカップルなんですけれども、私自身はあのレズビアンのパンセクシャルだというふうに考えていて、私ハニーのことをすごく好きで、ハニーがあの男性だったりトランスジェンダー X ジェンダーであっても私はハニーにあの恋をするっていうふうに思っています。で、 あのでも私の彼女自身はもうザ・レズビアンなので、こうマリちゃんが女性じゃなかったらないっていうふうに言われてますはい、といったところで、で、その次がアセクシュアル、アロマンティックってこう恋愛をしない方々に関しては 0.81% で、最後に性的指向、好きになる性別に関してまだ分かりませんという方、性的指向のクエスチョニングの方がこう 1.63% っていうような、数字になってます。はい、なんかこれを多いと取るか少ないと取るかは人それぞれなんですけれども、まあ、少なくとも日本でこうやってこう細かくいろいろな性自認とか性的指向に関してこうやってこう調査が行われてきてるっていうのはすごい私は前向きにあの捉えていいところなのかなというふうに考えてます。はい、でここからはですね、じゃあストレートの方たち、ヘテロセクシャルの方たちが私たち LGBTQ 当事者のことをどう捉えているのかといったところに関してもいろいろ数値が出てるので、そこも紹介していきますね。あのここに関してはそのストレートの方々5685人に LGBTQ プラスに対してこうどういう考えを持っているのかっていったのを複数の質問を投げかけて、そこからあの5つのこう要因に分けて分析したらしいんですよね。でその5つのそれぞれまず紹介していくんですけれども、まず1つ目が課題意識、あの LGBTQ 当事者はいろいろな悩みを抱えていて、それって課題だから解決するべきだよねという課題意識を持っているかどうか
そしてその次が配慮意識といったところで、まあ、LGBTQ プラス当事者に対してこう気遣いだとか寄り添っていこうという配慮の気遣いの意識があるかってところですね。で3つ目ちょっと悲しいんですけれども、まあ、生理的嫌悪といったところで、まあ、LGBTQ は受け入れられない気持ち悪いっていうような方々の考え方ですね。で4つ目が社会影響への懸念っていったようなところで、まあ、LGBTQ プラスの存在が、まあ、日本の社会に悪影響を及ぼすのではないかという心配をしているような考えのことですね。で5つ目が、まあ、知識といったようなことで、こう LGBTQ プラスに関して正しい知識を持っているかっていう、その5つですね。課題意識、配慮意識、生理的嫌悪、社会影響懸念、知識の5つに分けて、その5685人のストレートの方をこう6つのグループに分けたみたいなんですよね。でその6のグループを一番応援してくれる層から一番あんまりこう関わりたくない、あんまりちょっと嫌だなって思ってる方の順に紹介していきますね。1つ目はアクティブサポーター層っていうらしいです。でこの方たちありがたいことに2番目に高い割合で全体の 29.4% になります。でこの方たちっていうのは LGBTQ プラス当事者の方々はこう課題を持ってるよねっていう課題意識も強く高く持っていただいてるらしくって、こう積極的にサポートしていただけるような姿勢があるらしくって、とってもありがとうございますって感じですね。はい。でこういう方たちがなぜそういう背景があるかっていうと、こう身近、友人とか家族とか知人に LGBTQ プラスの当事者がいるからだとか、あとその海外のコンテンツですね、こう映画とかドラマを見て、あ、LGBTQ プラスの当事者って結構日常にいるんだなっていったところでこう理解を深めていったっていうような背景があるようです。でその2番目にこうすごく応援してくださるような方に関しては天然フレンドリー層っていうらしくって、この方々は全体の 9.2% に当たるらしいです。でこの方たちは知識のスコアが低いって言ったようなところらしくって、まあ、LGBTQ プラスに関する知識っていうのはあんまりないんですけれども、まあ、課題意識、LGBTQ プラス当事者の方たちってこう悩んでるんだろうな、そしたらその悩みってこう解決するべきなんだろうなっていう思いはあったり、こう配慮の意識ですね、こう全然受け入れるよとか、何かあったらできることがあったら教えてねっていう気遣いの思いはすごくあるって言ったようなところで、こうナチュラルにこう LGBTQ プラスに対してもオープンマインドな方たちを天然フレンドリー層というらしいです。で、3番目ですねが一番高い割合の方々で、知識ある他人事層らしいです。でこの方々が 34.1% らしいです。でこの方々はその LGBTQ プラスの当事者、 LGBTQ プラスに関してこう知識はあるんですけれども、まあ、当事者が今まで身近にいなかった、もしくはいたことを知らなかったっていったようなところで、まあ、課題としては捉えてない、自分事としては捉えていない、まあ、もしくはそもそも自分事として捉えるきっかけがなかったっていうような方々らしいんですね。だからもう現状維持、こう今のまま何も変わらなくていいんじゃないっていう層のようです。でなんか私個人の考えですけど、日本でこの層が一番多いっていうのはなんか個人的に納得ができて、日本であんまりその LGBTQ プラスって表立って攻撃をされることはないんですよね。暴力を振られたりとか、まあ、暴言を言われたりとか、でもやっぱりこういないものとして扱われている感がすごいなって私は思っているので、なんか現状維持派だとか、なんか知識はあるけど他人事感っていうのはすごいあるのかなって私自身生活してて感じるので、まあ、この層が一番多いっていうのはちょっと納得した部分でした。はい。でその次の層ですね、誤解流され層が 16.2% いらっしゃるらしくって、この方たちはなんか少子化の理由に LGBTQ も大きく関わってるんじゃないかっていったようなところとかで、こう LGBTQ が日本の社会悪影響を及ぼすっていうようなこう正しくない情報をですね、こう誤解をしているんですよね。で、なのでこう LGBTQ プラスにこう批判的らしいんですけど、まあ、それぞれ人としての権利はあるはずだよ、あるべきだよねっていう、そもそもの人権への意識はあるといったような層のようです。はい。ちょっと複雑ですね。でその次ですね、敬遠回避層が 5.4%で、この方たちってこう LGBTQ プラスを積極的に批判とかすることはないんですけども、まあ気遣おうっていうような、そういう思いやりの配慮の意識っていうのは、まあ、乏しいらしくって、まあ、LGBTQ プラスとは関わりたくないっていうふうにこう関わりを避ける傾向にある方らしいです。で LGBTQ プラスに関する知識はある程度あっても、まあ、それって解決すべき課題じゃなくない、なんか知ってるけど何っていうような層がこの敬遠回避層らしいです。
で最後ですね、まあ、一番、否定的な層ですね、批判アンチ層っていう名前の層で、名前からちょっと攻撃力高めみたいな感じなんですけど、この方たちが 5.7% いるそうです。でこの方たちはちょっと悲しいんですけれども、 LGBTQ プラスが気持ち悪いっていう生理的嫌悪があるらしくて、あともう日本 LGBTQ プラスは日本の社会に悪影響をすごく及ぼすっていう意識がすごく持ってるらしいですね。でこういう方々って他の社会課題、こう人種差別の問題だとか、こう環境問題に関しても興味を持たないそうとのことです。はい、ということでこういろいろな考え方の方が、まあ、そりゃいるよねっていう話なんですけど、まあ、面白いなと思ったのでこちらもシェアさせていただきました。はい、でもう一つですね、なんかそもそも LGBTQ ってどれだけ知られてるんだろうっていったところも最後に参考までに共有します。はい、でまず質問がこうそれぞれの性の多様性についてあなたはご存知でしょうかっていう質問を6240人の方にしたみたいです。でそれぞれそのレズビアンとかゲイとかバイセクシャルとかトランスジェンダーとかに関して言葉も意味も知っているのか、聞いたことあるけど意味はわからないのか、聞いたこともないし意味もわからないのかっていったところで分けて調べたみたいなんですね。で意外なことに一番言葉も意味も知っているで割合が高かったのがレズビアンでした。はい、でレズビアンに関しては言葉も意味も知ってる方が 96.7% で、聞いたことはあるけど意味は知らない方が 2.9% で、言葉も聞いたことがないし意味も知らないという方は 0.4% でした。でその次に僅差でゲイという言葉に関して、まあ、言葉も意味も知ってるよっていう方が 96.4% で、で聞いたことあるけど言葉は知らないよっていう方が、まあ、3.3% で、まあ、聞いたこともないし言葉も知らないよって方が 0.3% でした。でその次にバイセクシャルという言葉に関しては、まあ、言葉も意味も知っている方が 87.8% で、ここも 80% 超えですね。で聞いたことあるけど言葉は知らないという方が 10.3% で、まあ、聞いたこともなく意味も知らないという方が 1.9% でした。でここまではだいぶ本当に認知されてるなというところで、まあ、その次トランスジェンダー、トランスセクシャルという言葉に関しては、まあ、言葉も意味も知っている方が 63.8%、 少し下がるんですけれども、それでもまあ過半数の方がまあ言葉も意味も知っているっていうような感じですね。でその次の聞いたことはあるが意味は知らない方が 28% で、聞いたこともなく意味も知らない方が 8.2% で、まあ、ここも、まあ、認知度はちょっと下がってしまうものの 10% を切っているっていうような状況ですね。でその次からだいぶ認知度、理解度が下がっていくんですけれども、次クエスチョニングに関しては言葉も意味も知っている方が 9.6%で、聞いたことあるけど意味は知らないっていう方が 15.2% で、聞いたこともなく意味も知らない方が 75.2% のようです。でその次に、まあ、恋愛をしないっていうアセクシャル、アロマンティックに関して言葉も意味も知っている方が 5.7% で、聞いたことあるけど意味は知らないっていう方が 13% で、聞いたこともないし意味も知らないよっていう方が 81.4% ですね。もう 80% 以上の方が聞いたこともないし意味もわからないというような状況のようです。その次に X ジェンダーですね、ジェンダーを縛らないという方々に関して言葉も意味も知っている方は 7.1% で、聞いたことあるけど意味は知らないよという方が 16% で、聞いたこともないし意味も知らないという方が 76.9% でした。で最後にパンセクシャルですね、こう好きになる性別を問わないっていう性で言葉に関して言葉も意味も知ってるよっていう方が 6.5% で、聞いたことあるけど意味はわからないよっていう方が 12.4% で、まあ、言葉を聞いたこともないし意味もわからないよっていう方が 81.1% っていうような結果になりました。で、まあ、今いろいろ紹介させていただいたような数字をさっきも言ったんですけど、どう捉えるかっていうのは人それぞれだと思うんですよね。でもなんかやっぱり私一人だけじゃないんだと思ってこう周りにもいるはずだなっていう希望は持っていただきたいなっていうふうに思っていて、でも一方でまだみんながカミングアウトできる社会ではないのかなというふうには思っています。で繰り返しにはなるんですけれども、まあ、カミングアウトって絶対しなきゃいけないことだと私は全く思っていないですし、カミングアウトしないっていう選択をするのも権利だと思ってます。はい、でも一方でですね、やっぱりカミングアウトした方がこう生きやすい
学校環境だとか会社の環境になるんだけど、周りの反応が怖くて言えないっていう方もいるんですよね、っていうところも思ったりします。はい。で、あとはですね、やっぱりこう若い人の方がこうカミングアウトにはオープンになってきているなっていうのは、私自身いろんな学校で授業をしていてこう思うところではあるんですね。で、こう LGBT の偏見っていうのがやっぱりこう若い世代の方がなくなってきているなっていうのもすごく感じたりしている、はい、今日この頃です。はい。あれ、ちなみに、なぜ私が今の話したかっていうと、私その NPO にも所属をしていて、学校とか企業にもその LGBT の、 ダイバーシティの、セミナーとかをしているので、はい、そういったところの肌感から若い人の方がオープンかなっていったところを今お話しさせていただきました。はい。ということで、日本における LGBT の割合だとか、あとはストレートの人が私たち LGBTQ のことをどう思ってるんだろうっていったのを、電通さんのレポートをもとにシェアさせていただきました。はい。で、なんかもし皆さんが今海外に住んでるとか、海外に行ったことあるよっていう方がいたら、まあ、その国の状況とかも教えていただけると面白いなっていうふうに思います。はい。それでは今日ビデオを見ていただいてありがとうございました。ビデオがいいねと思ったらいいねボタンを押していただいて、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたすぐにお会いしましょう。ありがとうございます。